コメント一応最後に見ますということで、今回 MacDRSI をちょっと見ていこうと思いました。なぜかというと YouTube で一番人気があって一番見られている動画が MacD、 そして RSI 手法みたいな感じで、で他にも動画アップしてるんだから、なかなかねやっぱ MacD、RSI 好きな方が多いので、今回はちょっと本当に使えるのかっていうところのポイントを見ていって、ちょっと MacD のね説明と RSI の説明と、最終的にナンシーがその外国人トレーダーの動画とか見てて思ったこと、そしてあ、まあ、情報収集したこと、そして自分が今日チャート見て思ったこと、うん、まあ、検証した結果、そして最後には持ち時間があったらちょっと取引してみたいと思います。で、MacD 何なのかっていうところ、ここも以前の動画何個かパートに分けて説明してるので、ちょっとざっと簡単に見ていきたいと思います。時間があんまりないので。で、Moving Average Convergence Divergence、まあ、MacD ですね。あんまり日本語を読みをする方はいないと思うんだけど、MacD ぐらいかな。で、オシレーター系で、まあ、買われすぎ、売られすぎを判断する、はい、材料として使われます。で、相場の強弱を表すものであって、相場の反転を見極めるために使います。はい、もうオシレーター系ですね。もう書いてあるやんけ、なんでもう一回言うねんみたいな、うん、まあ、それはさておき、次、MacD の利点と欠点を見ていきたいんですけど、シンプルかつ信頼性が高いということ、人気理由の一つは2つのシグナルを表示するから、トレンドの強弱、売買の勢いも測ることができるっていうところが、まあ、みんながねいいなって思ってる点だと思うんだけども、でも欠点としてはレンジでは利用を避けるべき、目覚ましが多くなる、まあ、くねくねのヘビー状態を確認したことがある、はい、方もう多くいると思うんだけども、そうだよね、レンジくねくねした時になって、これじゃねなかなかねやっぱ勝率が下がってしまうんだよね。で、 MacD は EMA を利用するからエントリータイミングが遅れるっていうところで、これね最後にもその外国人トレーダーが思っている、まあ、意見っていうか、そう信じていることがあるんだけど、 MacD に対してその時にもこれが出てくるので、これはポイントになりますね。で、次、MacD の計算式、まあ、なしそういうのもう全然確認してないっていうか、まあ、あんまり、うん、あんまりどうも思ってないけど、 MacD はまあ短期12日間の、指数平滑移動平均 EMA を利用して、でマイナス長期、EMA26 日を計算したものです。で、 MacD シグナルは MacD の、9日のちょっと短いバージョンの EMA を使っています。あ、指数平滑移動平均だったかな、うん、多分そうだと思う。で、 MacD ヒストグラムは MacD マイナスシグナルを計算したものです。はい、で、ヒストグラム結構そう、他の、あ、これは最後に言うわ、ポイントだと思うから、はい、ここまで大丈夫かな、みんな。マクドナルド、録画違うよ、録画じゃない、うん、ライブライブで、次いきますね。で、 MacD、 そしたらトレードタイミングがどういう時かっていうと、 MacD のシグナルが下から上にクロスしたポイントがゴールデンクロスした時が買いのサインになります。で、 MacD シグナルを下から上へクロスしたポイント、デッドクロスは B サインってことで、これはもう大体みんな多分分かってると思うんだけども、 MacD とシグナル2本がゼロラインより下から上にクロスしたときは上昇トレンドの継続、まあ、ブルッシュになっていることが分かります。で、MacD とシグナル2本がまたその逆方向で下へクロスした場合は、下降トレンドが継続、ベアリッシュトレンドっていうのが分かります。で、これ、ダイバージャンス、ヒデンダイバージャンス次回ってことで、次回はもう無視して、前回に動画2つアップしてるので、そのダイバージャンスとヒデンダイバージャンス、もっと細かく見たい場合は、また動画、YouTube でアップしているので見てください。逆現象が落ちる、起きるときにダイバージャンスって言うんだけども、なぜダイバージャンスが起きるかっていうところなんだけども、1回目の加工より2回目の加工の方が勢いないときに起きる。だから、やっぱり転換、トレンドの転換かなっていうときに起こります。なので結構ダイバージェンスめっちゃ使うみたいな外国トレードはめっちゃ多いです。で、ヒデンダイバージェンスはトレンドが、まあちょっとね、違いがね、案外これなんか違いを理解するのにめっちゃ時間かかるから、もうとりあえず動画見て、ヒデンダイバージェンスのところは。あんまりね、ヒデンは使わないな、どちらかというと。ダイバージェンスは結構簡単に利用できると思うけど、ヘデンはね、頭に入るまで時間かかるから飛ばすね、今日は。で、ナンシーが取引調整で思ったこと、はい、
ボラが少ない日本の昼間時間のマクディ RSI が両方タイミングバッチリ合えば購入成功する可能性が高いっていうことで、これはナンシーが今日ねいろいろ調べた結果、その以前にこれ言ってたポイントともうバッチリ合ったのね。で、まあ、次にボラがある日本の夕方から夜は RSI が先に、うん、タイミング来てからマクディがタイミング来た時に購入しても成功する可能性が高い。あ、こっちだわ、ごめん。今日1時間足でポンド円を見たところではこれがバッチリ合いました。だからさっきに RSI が来て、そして MACD が来た場合に入った購入の方が勝率が高かった。そしてこれはもちろんあとトレンド相場、そしたらトレンド相場が続いている時、まあサポ、まあでトレンドライン引くとかそれは別に置いといて、どうやってトレンド相場が、きついかどうか分かるのっていうところなんだけども、ナンシーが思ったにはこれいいなと思ったのは、例えばちょっと先ほどのチャートに戻ると、はい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 、こっちだね。そう、例えばその通貨ペアを確認して、どこの基準がよく MACD で来るかなっていうところを確認するんだよね。例えばこのドル円であれば、まあ、日足を確認してるんだけども、なんかここの水平線でよく来るよねっていうところを確認します。あ、きゃ、やだ、最悪。例えばよくタッチするな、ここはよくタッチしますよね。 0.45 あたり、そう、 0.45 あたりを超えてしまうと一回ここで例えばこの45、そうだね、0.441 MACD のこの縦線のね 0.441 ぐらいに来たら大概下がるなみたいな、そしてマックスここまで来たことがあるなっていうのを確認して、例えば 0.71 の時にしか購入しないっていうことであれば RSI が確認できた、そして MACD も確認できたっていう時のみに購入するっていうのが一番いいかなと思った。で、これは一つの数字を言わないのはやっぱ通貨ペアによってそのボラが違うので、やっぱり過去例を見てしっかり確認して、あ、これぐらい下がることもあるんだな、あ、そしたら平均はどれぐらいだろうっていう感じで確認していった方がいいと思います。何しろ気づいたポイント、はい。で、さらに、はい、その外国のトレーダー見てね思ったのは、まあ、先ほど言ったようにマクディ RSI の教えたのみ取引はあまり良くないと言ってます。で、なぜならば結果先ほど言ったようにプライスアクションからマクディも RSI も計算されるためどうしてもラグがある。なのでプライスアクションの確認、レジスタンス、まあ、レジサポラインを確認しながらのオシレーター系を利用するのがベストって言ってました。ヒストグラムあるよね、ヒストグラムの利用方法で、あ、なかなかいいなって思うし、そうだよねって考えたら簡単なんだけども、この変わり目、この白から赤の、赤から、ブルーの変わり目っていうのは結局、クロスするときなんだよね、MACD が。そこは転換、トレンドの転換が来たんちゃうのっていう判断材料になるんだけども、これを確認するのもなかなかいいなと思って、例えばその時に入るみたいな。だから RSI が先に来ました。で、次に、あ、MACD も、はい、ここで来ました。色替えみたいな時に、だんだんね、この浅くなっていく時、ヒストグラムが、の時に、あ、そろそろタイミング来るなっていうのを確認して、例えばアラートをつける。そのタイミングが来た時に、アラート通知が来るように設定をするみたいな感じの利用方法もなかなかいいかなって、うん、思いました。発見したこの取引方法なんだけども、ちょっと気になるっていう方は後ほどね YouTube にアップした時に、画面の右側に3つのドットがあって、そこ選択したら投票できるようにしときます。で、次の動画、うん、で、この RSI と MA を利用した取引方法、パネルライディングだったかな、なんかそんな取引方法結構なんか人気あるみたいで、外国でね。で、その、取引方法の解説か、それかプライスアクション、すごい相場で
外国人がもう何度も何度も何度も言うようなプライスアクション、一体何って思ってる方、はい、その動画説明をしたい、してほしいっていう方はまた投票を行っておいてください。はい、よろしくです。はい。ということで、とりあえず取引していこうかな。それかコメント見ていこうかな。忘れたわ。なし、ちっこいな。こんにちは、こんにちは。これはスキャル手法ですか？スキャル、いや、あ、そうそうそう、いいポイント、そこ。はい、いいことやってくれた。スキャル、あのね、結構、日本の人でスキャル好きな人多いけど、結構外国のトレーダーは、こう、長い足、日足ぐらいで見て、日足で入る、購入するんだったら、週足を見るべき、みたいな感じのことを言ってて、これね、いろんな説があるんだよね。みんな違う方法でやってるけど、もしまあ1時間足で入りたいんだったら、日足を確認して、日足でも MACD が例えばトレンド継続、まあ、上昇トレンドの中に入っているんだったら MACD がね。そしたら、日足でも、もし上昇トレンドのタイミング購入が来ていたら、そしたら、日足でも入っても OK みたいな感じ、あ、1時間足で入っても OK みたいな感じの説明がありました。なので、自分のエントリー、が何分足なのかを軸に置いて、その1個、大きい方の足をさらに確認した方がいいっていうのが、うん、そうベストだし、はい、ってことで、とりあえずね、タイミングが来ているかどうかちょっと確認していきたいんだけども、まあちょっと過去例を見ていこうか。どういうことをナンシーは言っているのか。はい、あれさえはちっちゃくていいかな。で、この縦線を入れているのが、まあ、1年前のところから、そしたらカウントしていったらどうなのかっていうところを確認していきたいんだけども、まずはMACD、線を引きたいと思います。ナンシーをここに 0.622 タッチすることが、まあ、大体平均ぐらいかなって思って、そこに線を引いています。で、さらにちょっと線引きをして、例えば、これ邪魔なんだよね。例えば、これぐらいかな。カッコ確認して。これぐらいかな。うん、OK。なので、上は 0.44、で、下は 0.62 みたいな感じで、はい。ちょっと確認していきたいと思います。で、ここからスタートをカウントしていって、まずは RSI がタイミング来たとき。なので、RSI のタイミングをちょっと見ていきます。ちょうど、ここ、はい、タイミング来てますね。ここ。で、その後に MACD が来るかっていうと、ここ抜けてますね、ちょうど RSI。MACD が買い来るかっていうと、ここで、はい、買い来てます。しかし、ここは 0.622 あたりかって言ったらそうじゃないから、購入しないです。で、そのまま RSI がまたさらに下がって、またここで RSI が、はい、上、抜けてますね。そしたら MACD は抜けるのかっていうと、ちょうど 0.622 にタッチしてまた上がってきているので、ここで買いを、はい、例えば入れます。はい、買いタイミング入れました。そしたらここで行って、一回負けですね。利益ならず。そしたらまた一緒のところをタッチして、RSI でも購入タイミングを来て、MACD でも購入。購入して、ここで売り。そしたら、これは利益になってますね。ここで買いの、ここで。あ、利益なってんのかな？買い 107.2 の、うん、まあちょっとプラスになってるかな。うん。で、そしたら、ここで 50-50 になりますよね。そして次に、そしたら、また、RSI がここタッチして抜けました。でも、まだ、ていません。マックディの方はタイミングは。で、またさらに下がりました。で、また抜けました。マックディ 0.622 タッチ OK で、ここで買いを入れます。そしたらここで買いで、売りが、はい、なのでこれ利益になりましたね。はい、で、そんな感じです。で、また RSI タイミング来るまで結構時間かかって、ここで抜けました。そしてマックディはどうなのかっていうと 0.44 タッチしました。そして、ちょうどクロスしたところで売り入れました。ってなると、ここで、どこで売りだ？ここで売りの、ここで利益。うん。利益になりますね。なので、4回中3回利益とか、うん。
みたいな感じです。で、ここで、あ、でもここで買い入れるのかな？ここタッチした。OK。で、ここで買いを、うん、抜けてるから買いを入れれるように、ここで。買いを入れました。で、買いを入れました。で、ここで。買い、あ、一緒ぐらいだね。多分、プラマイゼロみたいな感じになります。なので、まあ、一回は利益になってるかちょっとわかんないけど、まあそんな感じです。取引方法。OK。うん。これでいいことね。だからやっぱ、でもここはちょっとレンジっぽくなってるので、まあどうなんだろうね。あ、でもここだけだよね。ブレイクしてるもんね、ここで。ではまあ、とりあえず言えることは、プライスアクションが大事ってことですね。何週か、自分はフィボナッチリトレースメント、エキスパンション、エリオット。を使う手法をしてますが、ごちゃ混ぜだと相性悪いとかありますか？どうなんだろうね。なんしエリオットとか使ったのことないけど、リトレースメントはいいと思うよ。でも結局言えることは、そのリトレースメント、自分が引いてるリトレースメントが、みんなが狙っているリトレースメントと一緒かっていうのがすごいポイントになるかなって、なんし自身は思ってる。だから、トレーディングビューでも、なんし実は、その、こう気に入っているやつがあるんだけども、自分でね、リトレースメント聞くかよりは、勝手に、その、チャートを見て、リトレースメント聞くものがあって、例えばこれなんだけど、あ、まあいいや。まあ、あるんだ。それを使ったりして、あとは、オアンダで、その通貨ペアを確認して、どんだけの買い売りが入って、どこで入っているか、一番多くの人がどこで入っているかっていうのを確認して、そこが、大事な、まあ、サポート、レジスタンス系なんだろうな、線なんだろうなっていうのを確認してます。とりあえずドル円ちょっと見ていきたいと思います。そしたら、今からちょっと短いスキャルピングで通用するのかっていうタイミングがあれば、ちょっと入りたいと思うんだけども、MACD で見ている前に RSI だね。RSI で見ると今日ちょうどこの時間で売りが来ています。で、うん、よく来るポイントまで来てないね。だから入れなかったな。はい。そしたら他のちょっと通貨ペア見ていきたいと思います。タイミングがあるかどうか。ない。RSI だけを確認してるけど、ないね。お、いいんじゃない？いいと思います。おいで。で、もうタイミング終わっちゃってるね。RSI 来ました。MACD 来ました。マジで。これ一旦乗る？とりあえず。乗ってしまおうか。ちょっと遅いけど、おじえ乗ってみました。まあ、MT4 で見たらいいだけの話なんだけど、なんか、MT4 で見るより、トレーディングビューで見た MACD のヒストグラムの方が分かりやすいかなと思って。で、MACD が今度は逆交差するまで待つしかないよ。でも、RSI 抜けました。ほんで、基本的な、その、何？平均的なライン、もう超えてるよね。ここが平均ラインだと、なんしは思ってしまうけど、ここが過去の高いところとすると、もう超えてるんで、なかなかいいと思う。で、それでいくと、あ、でもどうなんかな、レンジ、結構レンジ相場だね。微妙だね、そう考えたら。タイミングとしては抜けました。で、ここだね。あ、それでいくと今も値がそんな変わらないからいいかも。で、エグジットがな、差しに入れられないのが微妙だよね。
何種だったらどこに刺身入れれるかな。とりあえず、まあ、ずっと待つことはできないからちょっと終了するけども一旦、エグジットポイントとしては、まあ、結局水平線がベストかなと思うんだけど、あーでもこれでもいいか。オッケー、なので 68.27。 ストップロスは 68. ちょっと上にしようかな、 68.73 で、ターゲットプライスは 68.27 しようか、 68.27。 あ、いや、え、違う、間違ってるわ、やり方。あれ、なんで、なんか何種忘れてる、やり方。うん、変更または取り消し。あ、これで合ってるわ。68.72 で、68.27。OK。ってことで、これでちょっと様子を見たいと思います。だいたい上も下も一緒なので。一応、この、ピボットライン。はい。これ自動的に表示されるんだけども、計算して、過去の、機能を計算して、こう、ピボットラインが出てくるんだけども、これ欲しいっていう方は、はい。何し経由で口座開設したらもらえる。はい。以上です。こんな感じかな。今日の放送。はい、ということで3時間後の今やっとデートに到着して、注文してたオーダーがもう決算されています。そう、3時間かかったけども来ました。で、利益になった分がこれかな、4万6000円です、2つで。なのでなかなかマクリアレサイ、別にちょっと遅れたけども、まあ入るところのレートは一緒だったので、はい、うまくいきました。以上。